C. D. T. V. ライブライブ。神宮寺勇太プロデュース。I. N. Z. M. ハイパーバンドバージョン。披露にファン熱狂。しょうくん出てきた瞬間は。心臓がぎゅうってなった。岸くん。今日もかっこいいよ、待ってました。C. D. T. V. ライブライブの放送で。再び視聴者の心を掴んだのは。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである神宮寺勇太がプロデュースした楽曲。I. N. Z. M. のハイパーバンドバージョンでした。 長く待ち望まれていたこの瞬間、ファンの期待を裏切らない圧倒的なパフォーマンスが披露されました。多くの視聴者がテレビの前で息をのんで見守り、その興奮が SNS を通じて瞬く間に広がりました。全員がこの瞬間を共有し、彼らのエネルギッシュで洗練されたパフォーマンスに心を奪われたのです。何より、楽曲のプロデューサーである神宮寺勇太の細やかなこだわりが随所に感じられるこの楽曲は、 ライブバンドのパワーを最大限に引き出し、新たな息吹を与えました。その姿は、単なるテレビパフォーマンスにとどまらず、一つの芸術作品として多くの人々の記憶に刻まれました。INZM という楽曲は、元踊り時そのメロディーと歌詞の奥深さがファンの間で評判でしたが、今回のバンドバージョンではさらなる進化を遂げたと言えるでしょう。生バンドの演奏によって、楽曲そのものが新しい命を吹き込まれ、 視覚的な演出と一体となってステージ上で輝きを放ちました。まるでその音楽に魂が宿り、観客に直接語りかけているような力強さが感じられたのです。SNS では、かっこよすぎる、最高に楽しめた、圧巻のステージだった、といった感想が相次ぎ、視聴者は一様にその瞬間の興奮を共有していました。特に、バンドとダンスの要素が絶妙に組み合わさったパフォーマンスは、 他のアーティストにはない独自の魅力を放っていました。まさにライブパフォーマンスの新たな可能性を切り開いた瞬間と言えるでしょう。これほどまでに一体感とエネルギーを感じさせるステージは、まさにナンバーアンダーライン愛のメンバーが持つプロ意識と音楽に対する情熱の賜物であり、その一方でファン一人一人への感謝の気持ちが込められているようにも感じられました。神宮寺勇太がプロデュースした楽曲は、ただのエンターテインメントにとどまらず、 一つの物語を紡ぎ出しているかのような深いメッセージ性を持っています。その歌詞には彼ら自身の経験や挑戦、そして未来への希望が込められており、それがファンの共感を呼んでいます。そして彼らのパフォーマンスを通じてそのメッセージが視覚的に伝えられることで、さらに強く心に響くものとなっているのです。ライブバンドのアレンジが加わることで、 INZM はこれまでの楽曲とは異なる新たな次元へと進化し、より深みと広がりを持つ作品となりました。今回の CDTV ライブ・ライブでのパフォーマンスは、単なる楽曲の披露にとどまらず、視聴者にとってまさに、ライブを体験するという感覚を与えてくれました。テレビ画面を通してでも、その場の臨場感や熱気が伝わってくるほどの圧倒的なパフォーマンスに、多くの視聴者は感動し、 再び彼らの才能に惹かれたことでしょう。その瞬間、彼らはただのアーティストではなく、一つの現象として多くの人々の心を揺さぶったのです。何より、ファンにとって特別な瞬間となったのは、神宮寺勇太が自らプロデュースした楽曲をバンドバージョンで披露するという点でしょう。アーティスト自身が自らの楽曲に込めた思いをダイレクトに表現することで、その楽曲に対する愛情や情熱がより伝わり、 ファンとの絆が深まる瞬間となりました。視聴者は、彼の楽曲に対する細やかなこだわりや創造性を目の当たりにし、彼がアーティストとしての新たな境地を切り開いていることを感じたことでしょう。ファンにとって、このような瞬間はまさに一生の宝物です。テレビの前で彼らのパフォーマンスを見守る中で、彼らと共に歩んできた日々や、これからの未来に思いを馳せることができたのではないでしょうか。毎回、 ファンの期待を上回るパフォーマンスを見せてくれるナンバーアンダーラインアイは、ただ人気を追い求めるだけではなく、常に自分たちの音楽を進化させ、新しい挑戦を続けているのです。このような情熱と努力があるからこそ、彼らのパフォーマンスは見る者の,の心を動かし、忘れられない感動を与えてくれるのです。そして、その感動はファンだけでなく、彼ら自身にとっても新たな原動力となり、 さらなる飛躍への道を切り開いていてくことでしょう今回の CDTV ライブ・ライブでのステージは、そんな彼らの進化を象徴する瞬間であり、これからの彼らが見せてくれるであろう新しい世界への期待を膨らませるものでした。視聴者はきっと、その瞬間に立ち会えたことを誇りに思い、また次のステージを心待ちにすることでしょう。神宮寺優太がプロデュースした INZM が、今後も多くの人々に愛され続け、 彼ら自身の成長とともにさらなる進化を遂げていくことは間違いありません。そして、ライブバンドのエネルギーが生み出す熱気と一体感は、彼らの音楽に新たな深みを与え、ファンとの絆をより一層強固なものにしました。視聴者はその一瞬一瞬に込められた彼らの情熱と努力を感じ、まるで彼らと一緒にステージに立っているかのような感覚を味わったことでしょう。このような瞬間があるからこそ、 彼らの音楽は多くの人々にとって特別な存在となり、その魅力はこれからも広がり続けるのです。CDTV ライブライブでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、これまでの彼らの努力と進化、そしてファンへの感謝の気持ちが凝縮されたものとなりました。ファンはもちろんのこと、まだ彼らを知らなかった人々にも、その魅力を強く伝えることができたのではないでしょうか。このようなステージを通じて、 彼らがこれからも音楽シーンをリードしていく存在であることを再確認することができました。最後に、このような素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたナンバーアンダーライン愛に対して、心からの感謝と敬意を表したいと思います。彼らの音楽は、ただ耳で聞くだけではなく、心で感じるものです。その一つ一つの音や歌詞に込められた思いが、私たちにとってかけがえのない宝物となり、 これかからららも彼らととに歩んでいいけるここを心から願っていますこのような情熱的で感動的なパフォーマンスは、私たちファンの心に深く刻まれ、その余韻は長く続くことでしょう。ナンバーアンダーライン愛が見せてくれた今回のステージは、彼らのアーティストとしての成長を実感させるものであり、その進化を目の当たりにできることは、私たちファンにとっても大きな喜びです。それは、彼らが音楽に対して真摯に向き合い、 自分たちのスタイルを追求し続けているからこそ生まれるものであり、そこには妥協のない努力と、ファンに最高の瞬間を届けたいという強い思いが感じられます。この INZM のハイパーバンドバージョンが初披露された瞬間、まさにライブの醍醐味が凝縮されていました。テレビを通じて見るだけでもその迫力と熱気が伝わり、まるでライブ会場にいるかのような臨場感が感じられたのは、彼らのパフォーマンス力と、 音楽に対する情熱があったからこそでしょう楽曲の展開アレンジそして一人一人のメンバーが見せたダイナミックなパフォーマンスは全てが計算され尽くしておりその完成度には目を見張るものがありました。神宮寺優太がプロデュースした INZM の魅力は単に音楽的な要素だけではなくその歌詞に込められたメッセージ性やパフォーマンスを通じて伝えられる感情の豊かさにあります。 この楽曲をバンドバージョンで披露することで、彼ら自身の物語や感情がよりリアルに伝わり、それを見る側も一緒に感じ取ることができたのは、非常に貴重な体験だったといえます。ファンが SNS で興奮しながらコメントを寄せている様子を見ると、この楽曲とパフォーマンスがいかに多くの人々に感動を与えたのかがよくわかります。彼らのエネルギーがテレビの画面を越えて伝わってきた、心臓がドキドキして止まらなかった、といった声があふれ、 その一瞬一瞬に込められた彼らの思いが、確かに視聴者に届いているのだと感じました。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがそれぞれ持つ個性がしっかりと表現されていたことも、今回のパフォーマンスの魅力の一つです。一人一人が持つ特技や表現力を最大限に生かしながら、全体としての調和を保ち、彼らにしかできない独特のステージを作り上げていました。その絶妙なバランス感覚は、 長い時間をかけて培われたチームワークの賜物であり彼らのプロ意識の高さを感じさせるものですそして何より彼らがステージ上で楽しんでいる姿が印象的でしたその笑顔や熱意が見ている私たちに元気や勇気を与えてくれるのです音楽はアーティストとファンの間をつなぐ最も純粋なコミュニケーション手段であり今回のパフォーマンスを通じて 彼らは私たちにたくさんの感情やメッセージを届けてくれました。その瞬間、私たちは同じ時間を共有し、一緒に音楽を感じ、楽しむことができたのです。これからもナンバーアンダーライン愛は、私たちに驚きと感動を与え続けてくれることでしょう。彼らがどのような新しい音楽を作り出し、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、その未来を楽しみにせずにはいられません。そして、 その成長の一瞬一瞬を共に見守り、応援し続けることができるのは、ファンとして最高の喜びです。今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンのパフォーマンスは、間違いなく彼らの新たな代表作となり、多くの人々の記憶に残ることでしょう。それは、彼ら自身が音楽を愛し、ファンを大切に思い、常に新しい挑戦を恐れずに続けてきた結果であり。 その姿勢が多くの人々に感動と共感を呼んでいるのです。未来のステージで彼らがさらにどのように成長していくのか私たちはその旅路を見守り続けます。そしてその旅の中で彼らが紡ぎ出す音楽と物語に私たち自身もまた新しい感動を見つけていくのでしょう。このようにナンバーアンダーライン愛は私たちにとってただのアーティストではなく共に夢を追いかける仲間であり。 人生の中で喜びや悲しみを共有する存在です。だからこそ、彼らの成功は私たちにとっても喜びであり、彼らの挑戦は私たちに勇気を与えてくれるのです。これからも、彼らと共に歩み、その成長を見守り続けることができることを心から幸せに思います。これからも、私たちファン一人一人の思いが、彼らの音楽に少しでも力を与えることができるように、応援し続けたいと思います。 ナンバーアンダーライン愛そして神宮寺勇太が紡ぎ出す未来の音楽がさらに多くの人々に愛され彼ら自身が新たな高みへと到達していく姿をこれからも見届けていきたいと強く願っています。